三菱美媒太鼓建工子巻上げ倉美媒炭鉱は、北海道美媒市周辺に存在した炭鉱群の総称。新美媒炭鉱、沼貝炭鉱、近畿炭鉱などの中小炭鉱も多く存在していたが、大きく、美媒市時和台地区に存在した、三菱工業の三菱美媒炭鉱、美媒市南美媒地区に存在した、三井鉱山の三井美媒炭鉱に大別される。 露天掘り炭鉱として再開し、稼働中である。1913年、独立系の飯田炭鉱として開発が進められたが、1915年に、三菱が買収して、三菱美売炭鉱となる。その後、三菱工業美売鉄道線を開通させ、生産量を伸ばし、大夕張と並ぶ三菱の主力鉱山として、名を馳せた。最盛期の百四十四年には、 年間180万トンもの生産量を誇った。1973年に閉山。かつて都市としての規模を誇った時和大地区は、閉山とともに多くの住民が去った。現在は公園として整備されているが、ほぼ無人地帯となっている。1918年採掘開始、美梅駅から専用鉄道を付設し石炭輸送を行っている。 1963年閉山。規模は大きかったものの、同じ市内に位置した三菱微売炭鉱と比べて、最短量は劣り、石炭産業の集約化を進める中で行われた、スクラップビルドの対象にはなり得ず、早期に閉山を余儀なくされた。三菱の時話題よりも市街地に近いことから、多くの炭鉱住宅などの施設が残る。2008年石油。 輸入石炭の価格が高騰。それにより、国内産石炭の競争力が向上したとして、三井鉱山は新たに、露天掘りの工具を開発する方針を固めた。採掘した石炭は主に火力発電の燃料として、電力会社に販売する計画だという。三菱マテリアルの子会社である北菱産業府等が、美梅イシの沢地区で運営する炭鉱。年現在も稼働中。 露天掘りにより年3万トン程度を生産していたが2007年には原油価格の上昇により北海道電力や製紙会社向けの引き合いが増加年産9万トン程度の生産量が見込まれている。ありがとうございます。